ともハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日はトークなんですけど、長谷部から今日のトークテーマお願いします。はい、今回話してもらうテーマは、はい、カードゲームやってる人の永遠の課題である運か実力、どちらの方が大事なのかっていうところをお話聞いていこうかなと。なるほど、はい、運か実力かね、はい、これね、俺ズバッと答え出せるよ。ズバリ実力です。実力の方が大事。みんな運か実力かとか言って、まあ、正直俺はもう実力の方が大事って分かってるんだけど、みんながせっかくね、あなたこうだよって楽しんでるところをさ、俺みたいなさ20年やってるやつが出てってさ、そんな実力に決まってんじゃん、なぜならみたいなことを言ってもなんか老害感あるじゃん。まあ老害ムーブしたくないから黙ってたけど今まで。なので運か実力かずっとこうモヤモヤしながら、それも楽しみの一つとして答えがわからないままやってる方はこの先は見ないでください。僕がなぜ実力だって言ってるかっていう話をこの後みんな聞いたら、もうそれが答えじゃんみたいな、冷めちゃったわって思われちゃうかもしれない、ずっとモヤモヤしたい人に対しては。じゃあ語っていこうと思うんだけど、なぜ実力なのか。まずですね、カードゲーム運良くないと勝てないし、実力どんなに練習して高めても運要素が大きいじゃんって感じたことあるんですよね、僕自身も。だからわかる、なぜその人たちがそういう感覚になってそういう発言をするのかが分かるんですよね。どういう時に運要素が上がるか、これもシンプルに実力が拮抗してる時です。実力が近いほど運のゲームになります。だって実力差がないんだもん、運の比重上がりますよね、これ当然ですよね。例えばもう一緒に切磋琢磨してきた仲良しの友達同士、お互いの手も知り尽くしてる、中級者同士でも、まあ、運要素上がりますと。で、完全初心者同士、お互いカードゲーム他のやったこともなくて、まあ、純粋に一緒に始めて理解度も一緒で実力も一緒っていう初心者同士、これももう運要素がかなり高くなりますよね。まあ、そういう時ね、運要素が高まって結局運ちゃんとかカードゲーム運ゲーちゃんとかっていう感覚に陥るんだけど、じゃあそういった組み合わせが自分の周りで頻繁に起こるとしたら、その人にとっては運要素が高まっちゃう。上位の大会にこうチャレンジし続けてて、本当に同じレベルの人と切磋琢磨してるとか、ずっとその同じ友達とやってるとか、ずっとその、まあ、初心者っていう範囲でカジュアルに楽しむだけで相手と実力があまり変わんないままとかだったら、これはもう運要素が高まっちゃうから。だから実際人によっては運要素の方が高い、俺視点で見たカードゲームは運の方が実力より高いんだって人はいます。これは存在します。だからこれはこれで実際に存在しちゃうから完全否定ができづらくてすごく難しい。これはこれで事実としてあるんです。カードゲームは運っていう人が実際に存在します。本人の思い込みじゃなくて、その人の置かれてる環境にとっては運要素が高い。じゃあ、カードゲームの実力って皆さん何段階あると思います？10段階、それとも100段階、少なくとも3段階じゃないですよね。例えばこの実力差が3通り、上級者、中級者、初級者しかない場合は、運要素の方が高いゲームだっていうことになります。なぜなら、実力がね同じで、使うデッキとかも同じで、運が完全に勝敗を決定すると定義つける場合はもうここは 100% 運の世界です。で、残りの組み合わせ、まあ、これらは実力3段階しかないんで大きく実力が違うんで、実力がだいぶね勝敗を決めるゲームだとします。まあ、これだった場合は単純にこっちの3通りの6通り中3通りの組み合わせが、運だけで勝負が決まって、で残りの3通りが、まあ、かなり実力で決まるっていうね、運ももちろんあるんだけど実力でかなり決まるっていう、まあそうなった場合、その全体の平均 50% 以上は運で決まってることになるんで、まあ、そういう実力がね完全に3通りの実力しか存在しない場合は運の方が大事ってなるんですけど、この実力差っていうのは、まあ、雑に分けてもね10段階ぐらいは僕は存在するのかなと思います。例えば10段階で僕はピーク時10点のプレイヤーだったり9点のプレイヤーだったけど、今は7点8点ぐらいですみたいなことを言うことができるし、もう本当に始めたばっかの右も左も分かんない人は10段階で1点ぐらいの実力、センスある人でも2点みたいなことが言えたり、そういう風にまあ10段階ぐらいには分けれて、一般的に10とか9って言われてるプロ選手の中でも誰がどの順位かっていうのは分かりづらいけど、こいつは上位12位以内に入るとか、こいつは下位10人だとか、まあ、こいつは真ん中ぐらいかなとかっていうのがあるぐらいなんで、まあ、少なく見ても10段階ぐらいにこう実力が分けれるのかなっていう、細かく言うと、まあ、100段階とか全然分けれちゃう、100点満点で自分何点みたいな、
非常に分かりづらいですけどね。まあなので何が言いたいかっていうとね、こう不特定多数が楽しむ、対戦する、勝ち負けが決まるっていう前提のね、カードゲームそのものの本質としては実力差が非常にこう出やすいので、カードゲームっていうのはやっぱり結果としての勝率はこう実力差がねあればあるほど実力ゲーになっていくんで、不特定多数が楽しむカードゲームそのものの前提としては実力の方がより重要なのかなと僕は考えてます。まあ、もちろんねシチュエーションによってね運の戦いになることもあるし、まあ、環境によっては本当にその実力差が出づらい環境なんていう言い方をするんですけど、実力差が出づらい環境っていうことはイコールその運要素高い環境じゃないですか。それって運要素高い環境っていうのも実際存在して、まあ確かにさっき言った拮抗した実力同士のマッチっていう以外でも、まあ運要素が上回るその瞬間シチュエーション環境とかって存在するんで、まあ、だからねそんな時にこうやっぱりカードゲームって運だよねみたいな、運のが大事だよねって言うと、まあ、説得力増しちゃったりとかね、もうかそのなんか実力だと思って打ち込んだり魅力を感じてる人もなんか、まあ、確かに運かもねって気になってきたり、だからそこが難しいんですよねこのテーマは。ただ大前提カードゲームっていう存在をフラットに考えたら、まあ、僕は全然実力差の方が重要だなっていう、そして実力差っていうのは介入できるんですよね。実力を伸ばすことができる、相手の実力が発揮されづらいような対策を立てることもできる。ただ運っていうのは結局まあフラットなんですよね。これは風水とかで運気を上げるとかっていう概念の方を別に否定したいわけじゃないんだけど、より一般的な意見としては運っていうのはみんなに平等に与えられたもので、運が訪れた時によりその運を生かすことができるような準備を整えるプレイングとかをするのはこれは実力だし、運が通常だった場合にこうすごいいい動きをするデッキを準備するのもこれは実力だし、だから運っていうのはこう実力に比べて少なくともコントロールしにくいものであることは間違いなくて、こう本質的な意味で見ても実力の方が大事だと思うし、カードゲームを楽しむ上でもやっぱり実力ゲーだと思ってた方が、自分がこうカードゲームやってて実力を向上させていくっていうね過程の中でもめちゃめちゃ楽しみやすいし実力上がりやすいのかなと感じてます。どう聞いててちょっとねいきなりスイッチ入っちゃってるからよく考えがまとまりきれてない部分はあるかもしれないけど、これ俺1個考えがあって、人間って勝った時よりも負けた時の方が印象的に残るんですよ。そうだね、負けた時って実力で負けたって分かりづらいんですよ。だし運ゲーって言った方が後で分かりやすいんですよ。実力で負けたってなかなか難しいじゃないですか。人間のその逃避の本能からその運の方の声が実際よりでかくなってるんじゃないかっていうのもあるし、そっちの方が記憶に残りやすいから、運ゲーっていうのがちょっと大きくなっちゃってるのかなっていう。いやそうだね、そうだね、実力で負けたっていうのはなんかこうポジティブだよね。そうですね、運で負けたっていうのはなんかこうネガティブな時に言いやすいから、ネガティブの方が声がでかい、ネガティブの方が強く伝わりやすい、だからネガティブなやつとあんま関わるなとかね、そういう論調もね意識高い系の方々のツイッターとか見るとあったりするけど、そういうことだね、確かにね。おそらくそうだと思う。ただ実力が大事なのはやっぱ大前提としてあって、だけどやっぱ負けたことを運のせいにした方が楽なんですよ。確かにその関連もあるね。もちろんその運派の人が別にネガティブっていう話じゃないですけどね、最初言ったようにこうシチュエーションによってはその人が置かれてる環境によっては実際に運要素の方が高い場合っていうのがあるから、まあ、そういう要素もある。確かに自分より明らかに未熟なプレイヤーに負けて実力で負けたぜみたいなこと言うやつもいないしね。逆にめっちゃ実力差あって自分上級者相手初心者で負けた時に畜生運で負けたよみたいな、運だけで負けたよみたいな聞いたことある。確かにすげえマナー悪いんだけど、それ相手の前で言ってたらめちゃめちゃマナー悪いし、あの相手の前じゃなくてなんか友人的にも裏でもあんまりまあ言わないでほしいっていうか、まあそういうゲームではあるし、カードゲームそういうことがあるから、逆にジャイアントキリングがあるから楽しいわけだから、別に初心者の方が運だけで上級者に勝っても別に喜んでいいと思うんですよ。それはそういうゲームだからやったみたいな、ラッキーで勝つことができたみたいな全然よくて、逆にその嘆く時に運だけで負けたよみたいに言うけど、運だけって本当その人デッキねシャッフルしてカード引いて自分の考えに基づいて A のカードか B のカードか選んでプレイしていったんじゃないのとは思うんだけどね。なかなか難しいよね、人間のね、まあこうネガティブバイアスでおかしくなっちゃってる時ってはなかなか難しいからね、まあそっと優しく聞いてあげて、自分はそういうこと言わないにしようと
かね、そういう時は思ってればいいのかなと。あとは追加で言っとくと、あんまり自分がやったことないカードゲームでもっとね、運用素が非常に高いっていうものもね、もちろんそのあると思うし、まあ、だから一概にカードゲーム全てがとは言えない、それと単純にね、あの20年やってるんでちょっとこのバイアスがかかってるかもしれないところがあって、単純に少ないゲーム数あるいは少ない期間とかで言ったら実力差がこう出づらいんで、試行回数が少ないと。だからその運要素が上がってっていうのもあるし、まあだから逆にこのね、運か実力かっていうのはシチュエーションとかタイミングによって変動するものだから、それをうまくね理解して味方につけて、もっとカードゲーム楽しんだり、もっとカードゲーム勝てるようにね、皆さんがね参考にしていただければ嬉しいなと思いました。はい、今日は以上です。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。